日本東京都板橋区板橋は、東京都板橋区の町名。現行行政地名は、板橋1丁目から4丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号 173-0004。板橋区南東部に位置する。北で中宿及び加賀、東で北区滝野川、南東で豊島区上池袋、南で豊島区池袋本町、西で大山金井町、大山東町及び氷川町と隣接する。東辺をもって板橋区北区堺、南辺をもって板橋区豊島区堺を形成する。町域中央部を国道17号、東辺を東日本旅客鉄道赤羽線、西辺を東京都道317号環状6号線が通じ、板橋4丁目北東部を石神井川が流れている。町域は板橋区役所をはじめ多くの観光所が立地しているほか、民間企業事務所、住宅地として利用されている。板橋は旧中山道宿場などの歴史的地名、橋梁名、駅名、東京都の自治体名でもあるため、様々な意味合いで用いられる範疇地名である。時代により指し示す地域が異なる。住宅地の地価は2017年1月1日の公示地価によれば、板橋2/14/6の地点で44万6,000円、平方メートルとなっている。廃藩置県実施前は、武蔵国豊島郡下板橋宿、滝野川村、及び金井窪村の各一部地域。中山道板橋宿のうち、江戸市中に最も近い平尾宿地域であり、川越街道が分岐する平尾の追分が置かれていた。地名の由来は、石神井川に架かる橋、板橋から。記録によれば、約800年前の鎌倉時代から地名として使われている。板橋の地主は、松村孫兵衛、松村万三郎、村松四郎、手島金次郎、手島源太郎、手島五郎、手島助太郎、手島八郎などがいた。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。